はい、ちくわです。今回はニンネコというゲームをご紹介します。このゲームはね、こちらの可愛らしい猫のキャラクターが NFT となっておりまして、このキャラクターを強くしていてゲーム内トークンを稼ぐことによって暗号資産を稼げる NFT ゲームとなっております。で、ゲーム内には2つのトークンがありまして、1つはまたトークンというもので、こちらはゲームをプレイしていくともらえるトークンとなっておりまして、基本的にはこちらのトークンを稼いで、暗号資産を稼いでいくとこういうことが目的となります。で、2つ目は任意のトークンというものもありまして、こちらのトークンはキャラクターをブリードして新しいキャラクターを誕生させるときに使用するトークンとなっております。はい、それでは早速プレイしていくんですけども、まずね、このゲームは基本的に、NFT キャラクターがいないと稼ぐことはできません。なので、まずはね、ウォレットを作成してもらって、アカウントを作成してもらうと。で、ゲームをダウンロードしてからゲームをプレイしていって、そこでニンネコを購入すると。稼ぐためにはね、このような手順が必要になります。ただね、無料でもプレイできますので、とりあえず私は無料で、プレイしてみたいと思います。はい。で、ゲームをインストールしまして、こちらのログイン画面に来ました。で、アカウントをね、作成している人は、こちらにね、E メールを入力して、パスワードを入れてもらえれば、ログインできると思うんですけども、とりあえず私はね、アカウントまだ作成してないんで、こちらのゲストプレイでいきたいと思います。で、こちらでエンターと。はい。で、ゲームが始まりましたけども、私ちょっとね、少しだけプレイして、今、ちょっとだけこうレベルがこう上がっています。で、またトークンっていうのはこれですね、この葉っぱ。こちらがまたトークンになっておりまして、こちらをどんどん稼いでいくことによって暗号資産を稼げると。で、このゲームの稼ぎ方はいろいろありまして、まずはね、このラッキースピン。で、このラッキースピンは、またトークンを2000以上持っていると、このね、100またトークンを使って、ルーレットを回すことができるようで、で今ね、ここに17万6989のまたトークンが溜まってるんですけども、これはどれかな？これ多分一番このでっかいこちらかな？これかな？ってわかりませんけども、もしね、これが当たれば、これを確か全部もらえるはずなんですよね。まあ大抵は多分外れになってしまうと思うんですけども、中にはこういう、なんかこうジャックポットみたいな、こういうチャンスもあると。こういうルーレットによって、またトークンを稼ぐと。こういう方法もあるようです。ちょっともうどうでもいいんですけど、こちらのこの猫のここタップしてよっていうの、これ可愛くないですか？これ。このポン、ポンってなんかこう肉球が動く感じ。これ可愛いですよね。で、その他の稼ぎ方としては、あとはアリーナバトルといって、PVP バトルをして勝利すると報酬としてね、またトークンをもらえると。こういうことができたりですとか、あとはギルドに加入していると、ギルドコインというものを使ってね、ガチャのようなものを引いて、一番いいものが出ると、NFT のキャラクターをもらえるようですね。で、そのキャラクターを売ることによって稼ぐという方法もあると。で、もう一つは、任意のトークンを使って、このね、ゲーム内に任意のトークンを保管しておくと、配当金でね、またその任意のトークンをもらえると。ステーキングという方法もあります。まあ、いろいろな稼ぎ方はあるようで、まあ、とりあえず一回プレイしてみたいと思います。で、まだ私全然プレイしてないんで、あんまりやることがないんですけど、このなんかワールドとか、ビレッジっていうものもあるみたいですね。こちらがブリードですね。この猫をね、配合して新しい猫を生み出すというブリード。で、ショップというものがあって、まあ、いろんなアイテムをまたトークンで購入すると。で、ニンネコ、自分のね、ニンネコが確認できる。で、こちら側をクリックすると、このレベルを上げたりですとか、あとはね、いろんなスキルもこうやって覚えていくようですね。
こちらのこの手裏剣のマークのところをクリックすると、はい、このようにね、装備もあります。なので、このニンニクをね、装備を使って強くすることもできるということですね。あと、これは何だろう。オウケン。すいません、これちょっと何なのか、ちょっとわからないですけど、なんかこう、目のようなアイコンなんで、なんかこう、見た目が変わったりするのかな。ちょっとすいません、こちらは何なのかよくわかりませんね。これも、まだヒーローレベル100に行くと何かができると。忍術。こちらもなんかこうスキルのようなものなんですかね。こちらの忍術というのを書いてます。で、このね、肉を持ってるこいつ強かったんで、ちょっとこいつのレベル上げをしたいんで、ここですね。この魚を使って、レベルを上げることができます。ポン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 と。で、魚は初めに結構もらえたんで、結構ね、レベル上げ簡単にできます。トン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 とどんどん上げていきます。で、装備も、これはね、簡単な方法はこのオートエクイップ。こちらを使うと、ポンと、はい、装備ができます。ちょっとこいつも弱いんで、こいつもレベル上げをしたい。で、どんどん上げていっちゃうと。みんな20ぐらいにしておきますか。で、こちらのバッグで、自分の所持品を確認できるということですね。では一回バトルをしてみたいと思います。アドベンチャーから。で、これなんかね、アドベンチャーでバトルをする前に、ここでなんかずっとね、なんかこのニンネコがね、戦ってるんですよね。で、これほらどんどんね、魚が溜まってってんですよ。これはおそらく勝手にこうオートバトルのようなものをしてくれてて、ほら、お魚が落ちてね、ここにどんどん溜まっていくんですよね。で、溜まってきた魚をこうクリックすると、ボゴーンともらえると。今ね、魚がなくなっちゃいましたけども、またほら、倒してもらって魚がここに入っていく。で、またすぐ敵が出てきて、また倒して、はい、魚が入っていく。で、それをね、少し溜まってきたらもらうことができると。で、これは、おそらく、これが時間がいっぱい待てば待つほど、大きくね、魚がもらえると、こういうことですかね。それで、NFT キャラクターを持っていると、こちらの、クライムマタというものができまして、で、NFT キャラにはなんか体力みたいなものがあるようで、その体力を使うことによって、このマタをね、1日に、まあ、いくつか獲得できるというものもあるようです。なので NFT がね、多くいれば多くいるほど大きく、このマタをもらうことができると。まあそういうシステムもあるようですね。はい、それではバトルしてみたいと思います。バトル。で、ファイト。ということで、今バトルが始まりました。特にね、基本的にそんなやることはないんですよね。もうひたすらこう待ってれば勝手に戦闘が終わってってしまうと。はい、終わりました。まあおそらくもっと強くしていったらスキルとかが多分出てくるとは、使えるようになってくるとは思うんですけど、今の段階ではもうとりあえずね、パッパパッパ進んでってしまいます。ちょっと早すぎたんでもう一回やってみますか。バトル。で、このバトルのね、スピードもね、この右上の方で変えられるんですよね。こちら。こちらをクリックすると、ほら。今これで普通のスピードになりました。で、別に見なくてもいいなってなると、こちらをね、一回クリックすると、はい、速さが2倍になります。パッパッパッパ、話が進んでいきますね。はい、これで倒しました。お、なんで結構ね、ガンガンね、バトルは進んでいくんで、まあ、サクサクレベル上げとかはできるかと思いますね。で、これをどんどん進めていくと、今多分1の7ってとこまで進めたんで、これが2の9とか23の1とかっていくと、こういうものが解放していくと。ここもブリードも26の1で解放されますね。まあ、なんでまずはガンガン自分の猫を強くしていって、ステージをクリアしていくと。そうすることによって、いろんな機能が解放されていくようですね。はい。で、今、この猫10738337をね、レベルマックスまでしました。そうすると、
このティアーかな、このティアーをクリックすると、はい、このようにね、今レベル30マックスなんですけど、レベルを40までマックスを引き上げられると。で、そうするといろんなねステータスがどん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 増えていくと、こういうことですね。で、これをするのには、このなんか金魚のようなこちらの赤い魚が50個必要ですよと。今私23個しかないんで、まだアップグレードはできませんね。でもこの辺は多分おそらくクエストをクリアしていくと結構もらえてたんで、まあ地道にプレイしていけばもらえるのかもしれません。そうですね、やっぱり結構クエストをクリアしていくとこちらのね、金魚がもらえますんで、まあちみちみ獲得していって、アップグレードはできるようですね。それで今ね、クエストをクリアしていったら、この猫のマークのものをゲットしました。で、これはこれを使うと、あ、これで新しい猫がもらえましたね。なのでこのようにして、クエストを進めていくと新しい猫ももらえるんですね。なんでとりあえずこいつをガンガンレベルを上げていって、装備もつけてあげると。で、アドベンチャーに行けと。で、これで、あ、ここで編成できるんですね。これで1匹増やして、これでファイトと。そうすると4人でバトルができるということですね。で、これは最大6対6で対戦できるようで、あと2体ですね、猫を増やすことができます。なんでこのようにね、クエストを進めていくと無料でもね、猫をもらうことができると、こういうことですね。はい、ちょっと進めて、このね、魚が50個溜まったんで、とりあえずこのアップグレードしてみたいと思います。これでアップグレードすると、サクセスフル、アップグレードサクセスフルということで上限が引き上がりましたね。これはあと4回アップグレードができるんですね。まあ、このようにしてどんどんね、猫を強くしていくと、こういうことですね。お、で、また今度はプログレス 15-20 ステージ 2-10 のアドベンチャーをクリアすると、このまた猫がもらえるのかな。2-10までじゃ行ってみますか。今2-6なんで2-10まで行ってみたいと思います。今ね、2-7ぐらいまで来たんですけど、だんだん敵が強くなってきたんで、だんだん厳しくなってきました。なんでちゃんとね、装備とかレベル上げをしとかないと勝てなくなってきそうですね。またなんとか勝てるんですけども、結構相手の攻撃力も強くて削ってきますね。ただこのね、肉のね、こいつね、こいつの全体攻撃がめっちゃ強いんですよ。なんでまだ倒せてますけども、なんだこれ、弓だ、弓。しかし、まあ本当にいろんな猫がいるんですね。こう、同じ猫が全然わかんないですね。これ何種類ぐらいいるんだろうな、この猫。結構いっぱいいますね。はい、2-10まで行ったんで、こちらがまたもらえますね。で、こちらをもらうと、あとバックのところから、これか。これでサモンとやると、またキャラクターがもらえるのかな。お、もらいましたね。また新たにキャラクターが増えました。はい、今ねこんな感じの編成になりました。だいぶ強くなったんじゃないでしょうか。じゃあ最後にもう一回だけ、プレイして終わりたいと思います。で、まずはこの時に、バトルをして、こちらのね編成をまずこちらで押します。そうするとね、はい、編成がこう加わりましたんで、こちらでファイト。あとは基本オートプレイですね。結構この辺に来るとね、敵がかなり強くなってきましたね。あとはグラフィックがやっぱり結構綺麗ですね。いろんなこうスキルを使うんですけども、いろんなこうグラフィックがあって非常に綺麗で、展開も結構早いんでね、サクサク進みますね。はい、クリアしました。
はい、ということで、ニンネコプレイしてきましたけども、まあゲームは非常に面白いですね。こう展開も非常に早くて、で猫がね何種類いるかわかんないんですけど、すごいいっぱい種類がいて、でスキルも結構ねこう激しくて非常に綺麗なんで、こう見応えもありますし、このキャラクターをね、少しずつ強くしていって、で稼いでいくというねやり込み要素も結構あります。まあ何にしてもね、こちらのキャラクターが NFT キャラクターだとね、自分だけのキャラクターというふうになりますので、非常に愛着を持ってね、育てられると思います。私は無料プレイなんでこのねまたトークンは稼げていませんけども、NFT の、ね、キャラクターを購入することによって、こちらのねまたトークンも稼ぐことができます。はい、で今ね2022年9月23日現在ですけども、まあ、約 0.03BNB、まあ、約8ドルぐらいで売られていますので、まあ、約1100円とかそれぐらいで買えますのでね、ほらいっぱいいろんなキャラクターいるんですよね。みんなこう個性があって可愛いですよね。ほらめちゃめちゃいっぱいいますね。でみんなだいたい8ドルぐらいで購入できるんで、まあ、まずはね最初に1体だけ購入するという方法も全然ありだと思うので、ぜひね、購入してプレイしてみてはいかがでしょうか。はい、それでは今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。